場です。はい、ひこにゃん、ビバッチェくん、やちにゃんの紹介に行きましょう。じゃあまずはひこにゃんです。ひこにゃんは彦根藩井伊家2代当主である井伊直孝をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルともいえる赤備えの兜をモチーフにしています。愛称のひこにゃんは全国よりお寄せいただいた1167点の中から決定。また巷では密かにもちという愛称もあるそうです。さあ、今回ひこねについて PR したいことが2つあるんだよね。1つ目が錦秋の元宮園ライトアップです。11月18日から12月3日までの期間、彦根城域にある元宮園のライトアップが行われます。初日の11月18日にはひこにゃんも6時から登場しますので、秋色に色づいた彦根の景色をぜひお楽しみいただきたいです。そして2つ目です。彦根城世界遺産登録、彦根城世界遺産登録を目指して頑張っていますので、世界遺産登録への道のりはなかなか険しいものですが、皆さんどうか彦根城の世界遺産登録を応援してください。これこの前ね、ビバッチェ君のところでお勉強したんだけど、そう、ひこにゃんとか彦根城の人が世界遺産頑張るぞってしてもダメなんだよね。そう、みんなもそれを頑張れって応援してくれると、より世界遺産登録への近道になるそうなので、ぜひひこにゃんと一緒に彦根城世界遺産登録の応援をお願いします。秋の彦根も楽しみがいっぱいです。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ひこにゃんでした。今回も大変オーラがございますね。はい、じゃあ続いて彦根のお友達2人も紹介するから、ひこにゃん応援してね。はい、続いてはビバッチェくんです。さあ、今私がね、世界遺産のお話聞いたの、実はこの前のビバシティ彦根をね、はい、ビバシティ彦根最近リニューアルオープンしました。はい、そこで改めてビバッチェくんのプロフィール、私も知らなかったんですが、ここに届いてるので紹介しましょう。はい、ビバッチェくんは身長、森の切り株の高さどんくらい体重、森の木の実の100個分どれだけ特技はダム建設なの、知らなかった。タヌキさんやクマじゃなくて一応ビーバーです。好物は与えられれば何でも食べる、カレーライスは飲み物だと思っています。でも甘いものも大好きだよね。さあ、趣味はコスプレ、ご当地キャラさんのコスプレもいっぱい持ってます。そして座右の銘は他力本願どこまでもひこにゃんについていくだおだそうです。はい、ひこにゃんとバターでこれからも頑張ります。ビバチュ君です。ビバシティリニューアルオープンおめでとう。ピカピカだからみんなもぜひ遊びに行ってみてね。さあ、じゃあ続いて仲良し3人目は、はい、かわいいお姫様の登場です。滋賀県彦根市からやってきました、やちにゃんです。久しぶりに彦根を飛び出して泉佐野にやってきました。拍手偉そうさあ、やちにゃんは彦根城城主井伊直介の娘、やちよ姫がモデルのお姫様にゃんこです。みんなからやっちーって呼ばれてますので、見かけたらやっちーって声をかけてくださいね。じゃあみんなで練習しますよ。せーの。あー、ノリがいいですね、みんなありがとうございます。さあ、そしてやちにゃんは彦根市の中心市街地にある4番町スクエア商店街の PR 大使として頑張っています。モダンな外観で統一された建物と広場に設置されたガス灯、ところどころに置かれた巡ると願いが叶う六道士のモニュメントなど、大正ロマン漂う街、新しくてどこか懐かしい出会いのある街なんです。やちにゃんは普段そんな4番町スクエアとキャッスルロードをお散歩しています。え、
彦根城も近いんだけど彦根城は行かないの疲れちゃうので登らないそうです。彦根城の前でよう言うわね、そんなことね彦根に来られたら彦根城に頑張って登ってキャスルロードから4番町スクエアまでぜひ散策してください。彦根のお土産や美味しいお食事、そしてスイーツも食べ歩きのお店がたくさんあります。ヤッチのお散歩は美味しいものにつられてとても時間がかかります、お付き合いいただける方はぜひ一緒にお散歩しましょう。そしてもちろんひこにゃんヤッチなのグッズを売っているお店もありますよ。そしてヤッチには夢があるんだよね。あるよね。はい、それは彦根城お城大使になることです。はい、何度か挑戦しましたが年齢がとかどうせにゃんこでしょって言って挑戦できてませんでした。でもまだまだ挑戦する気満々ですので、はい、彦根城世界遺産登録とともにヤッチの彦根お城大使ぜひ応援してください。はい、そしてさらにヤッチはお姫様なのにかなりの食いしん坊でおてんばです。カキタンの柿もさっき狙ってました。はい、ダンスも好きで、音楽なられれば踊っちゃいます。 TikTok や YouTube にアップしてるのでそちらもぜひ見てみてくださいね。その、QR コードがヤッチのブースに置いてあるそうなので読み込んでぜひ登録してみてください。さあ、そして、ヤッチとヒコニャのブースが、はい、ここからすぐ見えるところにありますね。あっちこっちじゃない、こっちはい、彦根城にある、金の丸売店のお兄さんが今日は出店してくれています。ヒコニャやちなのグッズやお菓子をたくさん持ってきています。はい、おすすめの新発売のグッズはヤッチのアクリルスタンドです。これすぐ売り切れちゃうからね、どっかにお出かけするときはぜひアクスタ連れていっぱいお写真撮ってください。さあ、そんな元気いっぱいのヤッチにゃん、皆さんこの後もぜひ仲良くしてください。さあ、というわけで3ブロック目のキャラさんの紹介が終わったので一斉かきたんも前に来て一緒にお写真を撮りましょう。はい、とってもお天気がいい中でね、はい、ご当地キャライベントらしい紹介ができましたね。はい、じゃあひこにゃん真ん中にして両側サンドイッチしましょうか。かきたん、じゃあさあひこにゃんとビバッチくんの間に入ってもらって、はい、じゃあ3方向行きたいと思います。まずは正面です。はい、ポーズ3秒いきます。123、はい、じゃあそのままキャラさんお顔だけ右側向いてください。はい、3秒いきます。ポーズ1、2、3。サンタ大好きだね、ひこにゃんね。はい、じゃあ左側向いてください。はい、お待たせしました。はい、ポーズ3秒いきます。1、2、3。はい、ありがとうございます。じゃあね、改めて正面向いて、はい、とてもほわほわ可愛いステージでした。3ブロック目のご当地キャラさんたちに大きな拍手をお願いします。はい、この後もね、キャラさんたちも楽しんでってね。はい、ありがとうございました。じゃあビバチ君の方からゆっくり降ります。キャッチありがとうサンタすごいね、彦根に続いてまたあのヒコニャン見れたね。はい、ヒコニャンもありがとう。はい、ありがとうございます。相変わらず可愛い、ありがとうございます。そんなありがとうございます。さあ、美味しいものの紹介が2つありましたね。一斉くん、そしてかきさんのブース大人気なので、狙っているお土産は早めに行った方がいいですよ。あとかきさんのブースではね、お兄さんがサービスすると宣言して帰りましたので、ぜひこの後かきさんについてってみてくださいね。さあ、こちらの、朝日賃貸リンクステージ3ブロック終わりましたが、続いては、今日初めてのヒーローステージになります。12時20分から魔空鏡戦士サイドソージャーの登場になります。あ、なんか